エンテベ空港奇襲作戦、エンテベ空港奇襲作戦、エンテベ空港奇襲作戦、オペレーションサンダーボール、オペレーションエンテベは、1976年6月27日に起きたエールフランス航空機ハイジャック事件通称、エンテベ空港ハイジャック事件において、イスラエル国防軍が7月3日から4日にかけて、エンテベ国際空港で実施した、人質救出作戦である。 突入部隊の5者で死んだ3人と、病院に搬送されていた1人を除く、乗客102名が解放され、救出作戦では稀に見る成功を収めた。1976年6月27日に、ギリシャのアテネ国際空港を離陸したフランス、パリーコールシャルルド・ゴール空港行きのエールフランス139便、エアバス A300 バイト4から203、機体機構回 BVGG は、 離陸後に4名のテロリストにハイジャックされた。ハイジャック班は、パレスチナ解放人民戦線、外部司令部、通称 PFLPEO、パレスチナ解放人民戦線の分派のメンバー2名と、西ドイツのテロリストグループ、革命細胞、レベリシネギゼロン、略称、RZ のメンバー2名であった。248人の乗客と、ミケル・バーコス機長、 以下12人の乗員を乗せたエール・フランス機は、ハイジャック班の指示に従い、リビアのベンガジにあるベニーナ空港で7時間かけて、給油とイギリス人の妊婦、身体障害者の人質の解放を行い、その後ウガンダのエンテベ国際空港に強行着陸した。エンテベ国際空港に到着した後で、さらに4人のテロリストが、ウガンダ政府の支援のもとハイジャック機に合流した。 彼らを援護したウガンダのイディアミン大統領は、かつては親イスラエル派であったものの、イギリスをはじめとする西側諸国や近隣諸国との対立の中で反イスラエル派に転じていた。256人の乗客はイスラエル人及びユダヤ人を残し解放された。残された乗客はエンテベ国際空港の旧ターミナルビルのトランジットホールで人質となった。 犯人グループはイスラエルで服役中のテロリスト40名に、加えてドイツ、フランス、スイスなどで服役中のテロリストの釈放を要求し、要求が応じられない場合人質を殺害するとして脅迫した。その後、アミン大統領は、自らエンテベ国際空港に出向き、人質と会見し、人質の解放に向けて、イスラエル政府と交渉を行うと語り、 この光景をテレビカメラに撮らせ、世界各国に配信し中立の立場を追った。その後犯人グループは、ユダヤ人及びイスラエル人以外の乗客を救援のために派遣された、別のエールフランス機に乗せることを発表した。139便のミケル・バーコス機長は、犯人グループに、人質の安全は自分の責任であると伝え、人質を残して去りはしないと伝えた。 全乗務員は、自らの意志で、バーコスと行動を共にし、エンテベ国際空港に残った。彼らが後に解放され、パリに帰還した時、バーコスは、エールフランスの上司に叱責され、職務停止の処分を受けた。しかしその後職務に復帰するとともに、レジオンドヌール勲章が贈られた。また、フランス人の二層も解放されることを拒否し人質の、 身代わりになることを要求したが、彼女は、ウガンダ兵によって、エール・フランス機への登場を強要され。イツハク・ラビン首相を率いるイスラエル政府は、人質の釈放に向けて、アミン大統領への直接交渉を行うのみならず、アメリカやソ連を経由して、アミン大統領に交渉を働きかけるなど、多数の政治的手を試みた。特にイスラエルの退役軍人のバーレフ将軍は、 ウガンダ軍への軍事訓練を通じて、かつて親イスラエル派であったアミン大統領との長年の地域であり、個人的な強いつながりを持つと考えられた。内閣の要請でレフは、人質の釈放を求め電話で、アミン大統領と何度も話したが、交渉は難航していた。その後の交渉の難航とハイジャック犯からの人質殺害の脅しを受けて、人質の家族の多くが、 イスラエル政府に対しパレスチナ人テロリストの釈放の要求を行うなど国内世論は割れ実際にラビン首相はパレスチナ人テロリストの釈放の検討を行った。しかしシモン・ペレス国防相は同時に軍事的手段の実行による解決を模索しイスラエル国防軍に作戦の検討を指示した。直ちにイスラエル国防軍は口述のように エンテベ国際空港の構造やウガダ軍の配置状況を調べるとともに解放された人質からテロリストの配置状況の情報収集を行うなど軍事的手段による人質解放作戦の実施を検討しそれらをもとにした綿密な立案のもとにペレス国防省に対して軍事的手段の行使による人質の解放が可能であるとの報告を出したこれを受けてラビン首相は 軍事的手段による人質解放作戦、オペレーションサンダーボール、サンダーボルト作戦の実施を決意し、イスラエル国防軍の派遣を決定した。なお、事件後に公開された多くの文献が、ペレス国防省を除く、当時のイスラエルの内閣は、軍事的手段の成功に見込みを持っておらず、パレスチナ人テロリストの釈放準備を整えていた、ことを示している。 ハイジャックされたエールフランス機の乗客のうち、ユダヤ系の乗客やイスラエル国籍者以外の乗客は解放されたが、いまだに106名の乗客が人質となっていた。イスラエルは、ウガンダのアミン大統領などと人質解放の交渉を行うも難航。そのため、イスラエルは国防軍による人質救出を検討、実施するに至った。7月3日に、 4機のイスラエル国防軍のロッキード C-130 輸送機とイスラエル国防軍の対テロ特殊部隊サイエルとマトカルのメンバーを含む100名以上のイスラエル兵が人質解放のために派遣同時にイスラエル諜報特務徴用員も参加したと考えられているされたサウジアラビアなどの敵国上空を避けながら公海沿岸を飛行しアフリカ大陸を南下し エンテベに向かった。なお、離陸時点では、作戦の結構はまだ指示されておらず、エチオピア上空を飛行中、領空侵犯中に、最終的な作戦結構の指令を受けた。イスラエル国防軍のロッキード C-130、輸送機の1号機は、出発から約8時間後、エンテベ時間の夜の1時過ぎに、 機体後部の貨物扉を開けたまま地上支援なしでエンテベ国際空港に隠密着陸した。なお、地上支援はなかったものの、エンテベ国際空港の滑走路の誘導灯が点灯したままであったことが安全な着陸を助ける結果となった。また、1号機がエンテベ国際空港に到着したのと、ほぼ同時に人質解放に備えて、 医療施設を備えたイスラエル空軍のボーイング707輸送機2機が、隣国のケニア、ナイロビのジョモケにあった国際空港に着陸した。エンテベ国際空港に着陸した、ロッキード C-130 輸送機の1号機の機内には、ウガンダ軍の護衛車両を装った、ランドローバーを伴った黒いメルセデスベンツ600が、持ち込まれ、アミン大統領もしくは他の高官が側近とともに、 乗り込んでいるように偽装され、着陸後にエンテベ国際空港の旧ターミナルに向かって運転された。なお、このメルセデスベンツ600はイスラエルの民間人が所有する車で襲撃に使用するためアミン大統領の専用車と同じ黒に塗装された。所有者は後日元の白に戻して返却される条件を了承して車を軍に貸し出した。ランドローバーと メルセデスベンツ600は、エプロン上に立つウガンダ兵に気づかれないまま、旧ターミナルに進んだものの、エプロン上にいたウガンダ兵が確認と敬礼のために、メルセデスベン600に近づいた時に、イスラエル兵が発砲し、その際に、複数のイスラエル兵が消音機がついていない銃を使用したために、他のウガンダ兵が襲撃に気づき、ここに、イスラエル兵と、ウガンダ兵との戦闘が開始された。 イスラエル国防軍によるターミナル内のテロリスト及び完成島内とエプロン上にいたウガンダ兵に対する攻撃は1号機の着陸後の約3分間で終了し6名のテロリストが死亡した。なお襲撃前に人質1名が病院搬送のために飛行機から降ろされ、後述、襲撃の際機内に残されていた人質は105名、そのうち3名がヘブライ語による 伏せろという指示を聞き取れなかった他に、犯人グループと誤認され、イスラエル国防軍による誤射で死亡したが、このことを事件解決後しばらくの間遺族に対して隠していたことから、遺族の怒りを買うことになった。テロリスト制圧後もガんだ兵は、イスラエル兵に対して攻撃を継続し、残りの3機が到着しないために、人数の上で劣勢に立たされている上、 人質の保護を同時に行わなければならないイスラエル兵苦戦したが戦闘の最中に残りの3機のイスラエル国防軍の輸送機も着陸しその増援を得たイスラエル国防軍が間もなく空港全域を制圧したこの攻撃の最中に作戦司令官のネタニヤフ中佐後のイスラエル首相ベンヤミンネタニヤフの2位が死亡しウガンダ兵も20人から45名が死亡した また、イスラエル国防軍の輸送機に対する随備をさせないために、ウガンダ軍のミグミグ -17 戦闘機11機とミグミグ -19 戦闘機2機も破壊されたという文献もあるが、駐機場で破壊された。その後ウガンダ軍の増援部隊は、エンテベ国際空港に到着しなかった上に、イスラエル国防軍機に対する戦闘機や、降射砲、 地対空ミサイルなどによる攻撃は行われなかった。攻撃開始からイスラエル軍機の離陸まで53分間であった。救出された人質は戦闘終了後にイスラエル国防軍のロッキード C-130 輸送機によってエンテベ国際空港からナイロビのジョモケにあった国際空港に運ばれ、その後テルアビブのベングリオン国際空港に運ばれた。なお、 人質及びイスラエル国防軍部隊がベングリオン国際空港に到着し歓迎を受ける風景は映像に収められ作戦に参加したイスラエル兵の顔が映らないよう採掘された上で世界各国に配信された。この救出作戦をイスラエル側ではオペレーションエンテベまたはオペレーションサンダーボール、サンダーボルトとも呼ばれる。 また作戦で唯一戦死したヨナタンネタニアフチューサに、ちなんで、オペレーションヨナタンとも呼ばれる。人質の多くが生還したものの、イスラエル国防軍の攻撃時に先立ち、イスラエル人の人質ドーラブロフホ、75歳が、呼吸困難のため、カンパラ市内の病院に収容されていたが、イスラエル国防軍はそのことを事前に知らなかったために、病院に取り残されてしまった。 その後イスラエル政府は様々な交渉ルートを通じてアミン大統領にブロッホの解放に向けた交渉を呼びかけが事件に激怒したアミン大統領はイスラエルからの交渉を無視し続けた。1987年4月にウガンダのヘンリー・キエンバ厚生大臣、当時はドーラ・ブロッホがアミン大統領の命令を受けた二人のウガンダ軍将校によって 病院のベッドから引きずり出され殺害されたと、ガンダの人権委員会に訴えた。なおブロッホが病院から連れ去られる際に、看護婦と警備員が、ウガンダ軍将校に抗議したが無視された。その後ブロッホは射殺され、ウガンダの情報機関のナンバープレートがついた車両のトランクへ投げ込まれた。その後、ブロッホの遺体は、タンザニアとウガンダの紛争で、 アミン政権が打倒された979年にカンパラの東32キロにある砂糖のプランテーションで発見されイスラエルへ返還された。また、アミン大統領はケニアが事件の際にイスラエルに協力したとしてウガンダ在住の数百人のケニア人の殺害を命じている。イスラエル国防軍の攻撃が成功した理由の一つとして 人質が交流されていたエンテベ国際空港の空港ターミナルビルがイスラエルの建築会社によって建築されたことが挙げられる。イスラエルの企業がアミンの大統領就任前の1960年代から1970年代にかけてアフリカにおける建設プロジェクトを積極的に受注しており空港ターミナルの施行会社は建物の図面を保有していためその図面を イスラエル政府に提供した。また、解放された人質の多くが、建物の内部やテロリストの数、ウワンダ軍の関与及び他の多くの重要事項について、正確詳細に証言することができたの、攻撃成功の大きな要因である。さらに、モサドは、外国機に不具合を偽装させ、エンテベ空港上空を旋回させて、最新状況の写真撮影に成功した。 攻撃作戦立案の間、イスラエル国防軍は空港ターミナルビルの部分的な実物大模型を構築した。模型の建設は実際にターミナル志向に従事した作業員が担当した。作業員たちはどのような仕事を行うか伝えられずに軍の基地に呼び出された。彼らは軍の指揮官と共に夕食をとり、国家安全保障のため模型建設後数日間は、 基地からの外出を認めないことが伝えられ、作戦行動中は非常に高度な機密保持が行われた。ウガンダ政府は後に主権を侵害されたとして、イスラエル国防軍の攻撃に対する非難を行い、国際連合安全保障理事会の招集を要求した。しかし、アミン政権がハイジャック行為を積極的に支援していたという背景があることなどから、 安全保障理事会は最終的にこの問題に対するいかなる決議をも下すことを拒絶した。またこれにより国家防衛と自国民保護における国の主権を強化する国際法上の重要な先例を確立した。イスラエルの各メディアは2007年6月1日に BBC が発表したイギリス政府公式文書の内容を報道した。それらによると エンテベ事件そのものがイスラエルの秘密警察、シャバックにより政治意図を持って誘導されたという。具体的には当時パレスチナ解放機構がアメリカに接近する可能性があり、それをくじく政治的効果を狙ったものとされた。エンテベ事件は3度映画化された。2本はオールスターキャストのアメリカ映画でありもう1本はイスラエル映画である。また、 大統領時のアミンを描いたラストキング・オブ・スコットランドではクライマックスのシチュエーションのモデルとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。